はい、皆さんこんにちは、サカキャッツでございます。ですね、5時をちょいと回りましたか。12月は18日の日曜日でございまして、ちょっと腰を伸ばしておかんとですね、行きましょうか。もう真っ暗ですね。で、今日は日曜日ということで、明日からですね、実質的にですね、12月最後にはならないにしろですね、そっくり6日間あるのは、今週、明日からあの6日間、明日からの5日間ですね。で、その後ですね、26、7、8ぐらいまでは動くんでしょうかね。ようわかりませんけども。で、今週の動きをですね、考えてみたいんですけども、まあ、一番わかりやすいのはですね、香港反戦ですね。これ下がるでしょう。これは、かなりえげつなく下がるんちゃうかなと思うんですけど、なんせ、16日はですね、上がって終わってるんですよね。なんでなんていう感じですけども、多分、1万9000は確実に割るんじゃんかなという気はしますね。もちろんその理由はですね、中国本土のですね、ゼロコロナ撤回によるですね、感染者数激増というですね、あれですね、激増という、感染者激増ということでですね、中国本土の企業が出てるわけですからね、香港反戦というのは。なんで、大幅な下落がですね、見込まれると思います。はい。で、日本はどうやねんって言うたら、どうでしょうね。日経平均、私、27,525 ですか、終わってるのは、まだちょっと、ちょっと高いんちゃうかなという気はしていましてですね、もうちょっと下がってもいいんちゃうかなという気はしています。まあまだね、こうようわからんっていうところがあるでしょう。そのこれからどうなるかっていうのが、ただもう来年景気が悪くなるっていうのはもう大体見えてきていますから、それを考えると日経平均もですね、日本企業のファンダメンタルズもですね、今後徐々に悪化していくんちゃうかなという気がするんですね。ただ明るい材料は多分資源価格は下がるんですよ。原油をはじめとした今原油はですね 74.5 で終わってますけども、多分これ70も切って60も切るんちゃうところまで、来年の春頃までにはそこまでいってんちゃうかなという気はしますね。春頃にはもうだいぶ下がってると思います。それが明るい材料ですね。ただ世界的なですね、需要というものがですね、同時に減ってるわけでして、主に中国で減るんですけども、で、それをだんだん見越してですね、弱含みでいくんちゃうかなと思いますね。もちろんアメリカ、ニューヨークもですね、下がり気味ではないかなと。いや、ニューヨークダウなんて来年の半ばには3万切ってるんちゃうかなと思いますけどね。もう春先で切っててもおかしくないと思うんですけどね。アメリカもこれからですね、金利をね、年にね、4.5 も上げたわけですよ。こんなん過去になかったはずですよ。それで景気は悪くならないはずがないんですけど、まあ物価はね、なんとなく収まりつつあるような感じがしますんで、あれですけど、これから景気悪くなるんちゃうのというふうに思いますけどね。ニューヨークダウがね、この水準で持ってる方がね、僕はおかしいんちゃうかなという気はしますね。なんで、全体的にはですね、弱気というふうに考えていいんちゃうかなと思いますね。で、ドル円がね、難しいところなんですけども、いや、よく耐えてんなと思うんですよね。今アメリカ 4.5 でしょ。日本ほぼゼロですから、それと金利差 4.5 なんですよ。 4.5 ということはね、もっともっとね、もう円が下がってもいいはずなんです
一旦は150まで行ったのに136で止まってるでしょ。なんでやろうなという気がするんですけど、ただあのドル円ってね、要は実体経済ではなくってね、この FX やってはる個人さんたちがね、いわゆるミセス渡辺ですね、ミセス渡辺がどう考えるかによるところが大きいらしいんですけども、でも実際もうちょっと150円ぐらいになっても150円を超えててもおかしくないと私は思ったんですけど、止まってしまいましたね。しばらく行くんでしょうかねこれで、私はもっともっと150を突破して160も行っても不思議はないと思ったんですけど、まあまあ分かりませんねこればっかりはね。で、注目のドルウォンなんですけども、先週また1309なんですけど、これはだいぶですね当局の介入が入ってる数字だと思うんで、私はこれは1400以上でも全然普通というか、そうなるべきところをですね人為的にですねここまでこう持ってきたんちゃうかなというふうに思っていますけどね。あれですよ、頑張ってるということではないんかなとは思いますけどね。それで多分ですね、本来であればですねウォンも下がっていくはずなんですけども、それこそねお隣さん経済にとってはいいことなんもないんですよ。なんもないですよはっきり言って、何かね意図的にそう言うてるんちゃうかお前って言われるかもわからないけど、私何のポジションもないですからねこの相場については。株をちょろっと持ってるぐらいで、別にそれも自分でこうだら株ちゃいますからね、高なったら売ろうと思ってるんですけどなかなか高ならへんね。まあそれはええんですけど、特に外国会社が何のポジションもないんであれですけど、どう考えても1300はですねちょっと実力以上の数字に来てるんちゃう、1400ぐらいちゃうんかなと思う。で、順次ですね貿易赤字とかの数字が出てきますから今後、それがどん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 拡大していってるわけでして、韓国国内のウォンさえで今足りなくなってるわけですね。で、政府はもっとウォンを増やしたいんでしょうけども、それをやるとまだねインフレがきつくなるんでできないと、ものすごいこうジレンマに陥っててですね、お隣さん経済はね回復こうやったら回復すんでってのないもんね。まあ、金利をもうちょっと上げたらいいと思いますけど、そしたら今度個人の自己破産が増えてくるんじゃないかなという気がしますし、金利上げなければ上げないでねウォンが安くなりますし、どうするんやろうという感じですね。で、輸出型経済ですからな、その輸出先の4分の1は中国なわけですよ。中国はどん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 引き絞ってるわけでして、この先もですねあまりこう巧妙が見えないというのが第三経済のどうやったらええねっていう処方箋が思い浮かばない。景気が良くなればいいんですけどね、世界景気が良くなればですねお隣さん経済も良くなってよっしゃ儲かったねみたいにまたなるんですけど、どうでしょうね。主力産業で弱そうですからね今ね。はい、ということであんまり巧妙が見えないわけでして、ね、そうなりますってとですね、多分ウォンもですね大人のコスピーもですねまあまあ一瞬ね強くなることはあるかもしれませんが、中長期的には弱いということになります。まあ今週もうちょっと下がるんちゃうかなと思いますけどね、もうドルウォンは。はい、でまあ全体的に弱気とで、香港ハンセンが一番下がって今週1000以上下がるんちゃいますか、終わってみたら1000下がってたみたいないう状態に、なってのちゃうかなと思いますけどね。ただねこんなんねこんなん開けてみたら分からへんやんっていうところありますけどね。まあ私が見てるのはこう全体的な理屈だけですから、多分香港が一番下がる。アメリカはよう分かりませんよう分かりませんけど、いい材料はなさそうなんですけどね。日本もいい材料ないですからね。いい材料は原油価格は下がるというところぐらいで、それはいい材料ですけど、
それが巡り巡ってくるまでね、やっぱ何ヶ月かかかりますからね。はい、ということで特にですね貼るページございません、それぞれですね相場ご覧いただければと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。